はい、みなさんこんにちは、ザンネです。はい、待ちに待ったこちらのパレットのレビューをしていきたいと思います。では始めましょう。 Wherever love goes there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. はい、みなさんお久しぶりです。まあ生配信来てくれてる方は多分もう昨日あたり今日あたりお会いしてると思うんですけど、まあ生配信見てない方はお久しぶりです。ですね、早速お話ししていきますね。ちょっと緊張してる今日。先週だったかな、19日、現地では19日、日本では20日の日の夜中だったような気がしますけど、ヒューダビューティーの第2弾のパレットが発売されました。まあもう数ヶ月前から結構インスタグラムの方とかで情報が流れてたりとか、有名どころの、YouTuber さんがもうレビューしてたり、メイクをしてたりをしていたんですけども、私はずっと欲しいなと思ってました。なんでかっていうと、第1弾の方も前にレビューしたと思うんですけど、もし見ていなかったら上の方や下の方にリンク残しておきます。第1弾もすごく好きでした。本当に好きで、ちょっと高いけどでも本当に好きで買ってよかったなって思ったパレットでした。で、今回の第2弾は私の大好きなパープル色が入ってるっていうのを知って、絶対欲しいと思って待ちに待ったパレットでございます。で、ですね、早速、いくらぐらいだったのか、日本円にすると、総合で送料込み、今回は、セフォラで買ったんですけども、でパレット、このパレットのみを買いました。なので、このパレットのみの送料になりますを含んで、日本円にすると9466円ぐらいでした。このパレット自体が確か65ドル、4ドルぐらいだったと思うので、まあ、日本円にしたら7000円いくかないかないかなぐらい、まあ、その時のドルによると思うんですけど、まあ、7000円いかないぐらいで、そんな感じで、送料がちょっとね、やっぱりちょっと高いんですよ、本当に。でもまあしょうがないかなと思います。多分公式のページだと多分同じぐらいじゃないかな。あとは他に、売ってるホームページ、あるので、下の方にリンク残しておきます。で、早速中身の方を見ていきましょう。中身の方なんですけども、これはもう、箱が空でこっちが中身になっていきます。こんな感じで今回はカラーなパッケージ、前回はちょっとモノトーンでアイシャドウの部分とか字の部分だけちょっとこう光ってるような感じなんだけど、今回はこういった感じでカラーになります。でも、今回は違うのが、早速開けていきます。今回は第1弾の時と違って、こんな感じで鏡がついています。こんな感じでね。で、ここにヒューダビューティーって書いてあります。これいった感じのプラスチックが一緒についてきます。これね、私これすごい可愛いなって思うんですよ。他のパレットとかだと透明のものしかついてこないんですけど、これはこのね、パッケージと同じメイクしてるけど、こうやって合わせた時に自分で見れないっていうのがちょっと残念だなと思って、で、なんかこうせめて片目をね、こうやってやったりできたらよかったかなって思うぐらいで、でも物はちゃんとしてて、ほんと下敷きみたいな感じだから、これはなんだろうな、他の素材だともっとペラペラしてちょっと邪魔になるけど、これはなんかこうなんだろうな、フィット感があるからすごい置きやすいなと思いました。あと可愛いしね、多分っていうか絶対なくさないで、中がこんな感じになっています。本当に可愛らしい色がたくさんあって、今回のメイクでも生配信の時に一番気になってる色がこれだよって言ってちょっと紹介したんですけど、この色がすごく可愛くて、見た角度でこう色が変わるっていう機能があるアイシャドウで、
ここのこれだけじゃなくてこれもそうだったりするんですけど、すごく綺麗です。あとはここの、アイシャドウに関してはラメ感っていうかピグメント感がすごい強い、アイシャドウになっています。で、本当に他のパレットに比べたら本当にちょっと割高になるんですけど、割高の価値はあると思います。前回の時も言ったけど、ちょっと高いけど全然買っても損しないと思います。で、全然本当に今日全部このパレットのみ使ってるんですけど、ブレンディングしやすいし、本当にこのラメがすごい発色よくて密着してくれるっていう感じで、すごく気に入っています。で、ビデオの最後にこれのチュートリアルを載せていきます。じゃあ早速、軽くスワッチ、指でスワッチしていきたいと思います。じゃあ一番上の段からいきたいと思います。はい、では、スワッチしていきます。この色たちの中でちょっとつけにくかった色がありまして、この後に、ちゃんとベースをつけた状態でどうやってつけるかを見せたいと思います。生放送の時にもちょっとつけにくいよって言っていた問題の子なんですけども、今回はエッセンスの、アイシャドウベース、そしてセリアに売っているコンシーラー使っていきます。コツとしてはポンポンつけていく感じです、こすらずに。で、もっと発色のいいものにしたい時はこういった感じのメタリックなアイシャドウをベースにしてから、こういうグリッターアイシャドウをつけるとさらに発色も良くなって、色も若干赤が増していく感じです。ここら辺はアイシャドウベースなしの状態です。生放送の時にもお話をしたのですが、ちょっと粉っぽいのがちょっと気になります。今は、ベースを使わずにこんな感じでつけているんですけども、ベースを使うことによってやっぱり塗り方密着感が変わってきます。なのでちゃんとベース使うと密着します。はい、あとは好きなようにアイラインを引いていきます。私はいつものアイキャットみたいな感じの、こういう感じで引くのはすごく好きなんですでも別に皆さんは違う感じでやっても全然 OK です。
front of me, my enemies. I tried every possibility. はい、眉毛、まつ毛上げたら、いつものファシオのマスカラ使っていきます。今日は下地なしでそのまんまマスカラだけやります。下もしっかりつけていきます。はい、で今回は友達のパオと YC コレクションのコラボリップ、色がティシャっていう色になります。これを使っていきたいと思います。最近ずっと使ってからずっとこれ使ってます。見ていただきありがとうございました。前回の動画をここら辺に載せておきます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして通知ボタンもオンにしていただけると、アップするたびにと生放送するたびに通知がいきます。そしてインスタグラムもよろしくね。バイバイ。